500円以下っていうのはちょっと手を出しやすいかなと思って、結構なんかポンポン買っちゃう感じがちょっとあります。JR 中央線三鷹駅構内にリニューアルオープンした無印良品500はおよそ7割が500円以下の日用品に特化した品揃えです。一部は500円を超える商品もあります。やはりワンコインっていうのが、お客様に気軽に提供できると。値上げが相次ぐ中、無印良品は低価格帯の日用品を揃えて客の来店頻度を上げたいとしています。